3つの世界、3つのストーリー。0次元、超次元、新次元の3つの世界を舞台に、妄想をテーマとした3つの異なる物語が描かれる。全ての次元を巡るとき、その全貌が明らかになっていく。ネプチューヌシリーズ最新作がプレイステーション4に登場。タイトルは新次元ゲームネプチューヌビクトリー2。実際のゲーム業界をモチーフにした世界、ゲーム業界を舞台に、架空のゲームハードを擬人化、ネプチューヌをはじめとした美少女たちが活躍する擬人化萌え変身がコンセプトの RPG。 どんなストーリーなのか妄想がはかどるぜ。超次元のゲーム業界を守護する女神はこの4人。カスモクセウ、女神パープルハート見せてあげる、私の本当の力。変身完了よ、覚悟しやがれ。さあここからが本番ですわ。俺のことも忘れてもらっちゃ困るぜ。新しく進化したゲームシステム、フォーメーションスキル、ハーツブレイク、ルートビルドシステム、巨大戦、守護女神に代わる新たなゲーム業界の統治者、ゴールドサード。私にも敵が見えるよ。超次元のゲーム業界は一体どうなるんだ。守護女神たちのさらなる進化、ネクストフォーム。達成完了よ。オープニングはナオが歌う相対性ビジョン、エンディングはアヤネで未来へのリゾルブ。女神パープルハートの力よ。ドリームエディション情報、プレイステーション4専用ソフト、新次元ゲームネプテューヌビクトリー2。俺たちの戦いに刮目してくれよな。